セーラング塾の中野です。よろしくお願いします。今日は、単語は意味を覚えちゃダメっていう話をしたいと思うんですけども、皆さんこの言葉を聞いてちょっと違和感感じないでしょうか。だって単語って意味をどんどん覚えていって、じゃあ例えば難関試題とかだったら8000とかね、1万とかの単語の意味を覚えなくちゃいけないっていうふうに思ってる方が多いと思うんですけども、確かにそれはその通りなんです。ただここでもうちょっと正確に言うと、意味だけを覚えちゃダメですよって話をしたいと思います。どういうことかというと、例えばプロバイドっていう動詞ってあるじゃないですか。でこの単語の意味を教えてくださいというと、多くの子は、与えるとか提供するとかっていうふうに答えられる人は多いと思います。ただ入試問題っていうのは、じゃあプロバイドの意味を答えてくださいとか、ね、そういう問題っていうのは実際出ないです。例えば短文の中にこのプロバイドが使われたり、あとは長文の中に出てきて、理解をすると、でそういう能力というのが求められるんですが、実際にここにある例文みたいにこんな文があったとします。 I provided my father-in-law with some information about my brother ですね。ってなったら、なんかこっち側がごちゃ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 長くてですね、じゃあ与えるっていう意味が分かったとしても、じゃあ my father とかあったり in-law とかWith some information とか about my brother っていうのがどうやってくっついて誰に何を与えるのなのかっていうのがさっぱり分からなくなっちゃうので、多くの子っていうのはお父さんとか法律とか情報とかお兄さんとか、こういう知ってる単語を適当にくっつけて訳しちゃったりとかすることっていうのが本当に多いんです。じゃあどうすべきかっていうと、じゃあプロバイドっていうのは辞書で調べるとですね、必ず内容に書いてあります。 Provide A with B、 Provide B for A とか。ここは何かっていうと、この A っていうのは Provide A さんに B を与えるっていうふうに使いますよとか、あるいは Provide B ですね、先に行きます、 B を A さんに与えるとか提供するとかっていうふうにちゃんと実は辞書に書いてあるんですけど、多くの子っていうのはここを全く見ないで Provide の意味って何かな、ここだけ見て単語を覚えたってなっちゃうんですね。なのでこういうふうに文の中で使われた時に全然太刀打ちできなくなっちゃうと。でも逆にもうプロバイドってきたら必ず A with B もしくは B for A だっていうことがもう頭に入ってる子っていうのは、もうプロバイドを見た瞬間に with とか for がどこにあるのかな、で with が来たら A を A さんに B を提供するっていう形なんだっていうのが分かると。でそうするとこれをパパパパって見ていくと、ここに with っていうのがありますよ、ね、ってなったら当然この A に当たる部分がこっちで、B に当たる部分っていうのがこっちにこうやってあります。つまり A に B を与えるんだっていうことが分かります。なのでこの文っていうのは私のお父さん、まあ、ファーザー、仮にこれ in law が分かんなかったとしてもですね、ちなみにファーザー in law で義理のお父さんなんですけども、義理のお父さんにお兄ちゃんの情報を、まあ、ちょっとですね教えてあげたとかっていうような意味になります。でもそれが分かってない人っていうのは、例えばこの in っていう前置詞とか、この about とか前置詞とか、この with とかが全部ごちゃごちゃになって全く意味が分かんなくなっちゃうんですよ。なので単語っていうのは必ず意味だけじゃなくて、こっちですね、ここに書いてあることっていうのはつまり使い方です。どういうふうにこの単語というのは使うのか、この使い方っていうのをぜひ覚えるように意識をしてみてください。はい、以上です。ありがとうございます。